はい。皆様、こんにちは。こんばんは。ひろです。今日はピックについてお話をしたいと思います。ピックですね。ギターのピック。これは、えー、結構ね、大事な。 部分だと思いますプラチックで消耗品でこういうとねあれですけどだけどこの指とあとギターの弦が触れるところ唯一のねこう右手のこう音を出すところなのでこのピックは結構慎重に選ばれた方がいいと思いますで、まあ、最初はそうは言ってもね分かんないじゃないですかどの厚みどの形どの材質どのメーカーがいいのかっていうのは分からないので、えー、もしその辺で自分の中でこれっていうまだ決まってない方は楽器屋さんに行って 詰め合わせパックみたいなものが売ってありますのでそれを買ってでいろいろやってみてください。で中にはあの分厚いのが好き薄いのが好きっていうので自分の中の好みっていうのも決まってくると思うのでそれで一度、えー、試してみることをおすすめします。強くおすすめします私は え以前の動画で言ったことあると思うんですけど、私はちなみにこれですね、デルリンの 1.5mm。これをずっと使ってます。えー、もう30年ぐらい使ってますかね。で、これになった理由は、もう理由は本当にミーハーな理由で、イングウェイですね、イングウェイ・マールムスティンと同じデルリンの1 5ミリっていうこと、まあ色は違いますけどね、同じ 1.5mm です。で、やっぱりイングウェイに憧れて、イングウェイに弾きたいなって、もうかれこれですね、30年ぐらい前ですよ、もっと前ですかね、思った時に、 まあなかなかうまく弾けずでたまたまこう手に入ったこうイングベイピックで弾いたところ引きやすいってなってそれ以来ずっとデルリン使ってます他のピックもいろいろ試したりはするんですけど結局ねデルリンの1 5ミリが僕にはしっくりくるなってとこですでこれをいきなり皆さんもねまあ中にはこれを使えってことを言った,言った人も言、ね、あ,ありますけども一応、えー、私としてはおしょおしょ 一応私としてはこの 1mm と 1.5mm この2種類を試すのがいいんじゃないかなと思います、まあ、材質に関しては何でもいいです私はこれが好きっていうだけで、えー、どんなあの例えばねフェンダーだったりとかギブソンとかいろんなところから出てるピークいろいろ試してみればいいんじゃないかなと思っておりますでこの厚みに関して 1>, 1ミリがいいのか1 5ミリがいいのかってとこなんですけどまあ好き好きですねこれは例えばギタタースタイルにかなり影響すすると思います、えー、例えば私はこう、えー、とまあちょっと生音だんだんしますけども私は結構こうこうねガン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 やりたいんですよ。 結構ガツ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 鳴らしたいので、えー、普通の1ミリとかだったらですね弦の抵抗に負けちゃうんですね私はピッキングは、うん、まあ斜めには当たってると言いつつも結構その、えー、そうですねちょっとよいしょ見えるかな当たり方としてはねうんどれぐらいだろうこれぐらい,いこれぐらいで当ててるつもりなんですよだからどちらかというと45度よりは寝てる方だと思うのでここでね、えー、薄っぺらいピック使うと 例えば 1mm とかだったらここでね負けちゃってこのグッとね曲がるこの跳ね返りの部分でちょっとちょっとね感覚が気持ち悪くって 1.5mm 硬いものを使ってます薄い方が引きやすいですよだけどその曲がらない自分のピッキングに負けないぐらいの厚みで選んでますけど 結構ですね、プロの早い弾きギタリストの方々っていうのは、ミディアムスケールじゃなくて、ミディアムサイズのピック多いんですね。例えば0.7から1.0のミリっていうのは意外と多くて、で、うんまあ、これがいい悪いっていうのは分かんないですけど、えーまあ、ピックのね、当て方とかにもかなり影響すると思ってます。 例えばミディアンピックですと、例えばソロのとき、例えばバッキングのときは、ね、すごく短く持つとかね、ねピックが負けないぐらい短く持つとか、でソロになると、例えばこう当て方をねまっすぐこう当てずに、割とこういうふうにしてこう引いちゃうとか、とかかですかねあのピックの厚みが分厚くなると、例えばこれ 2mm、分厚くなると、この角度を、ね、立てれば立てるほど音にならないんですよ。 やっぱ寝かさないと音にならない。ならないけど薄いピックっていうのは割とね、えー、横でもいいんですけど立てるてもそこそこ音が出るんですよな。斜めに当てても。というメリットもあるのでまあねこれは薄いからいけないとか、えー、太いからかっこいいとかそういう話じゃなくて自分の、まあ、手の形とかいろいろありますからね骨格とかね。なのでピッキングのしやすさっていうこと。 それから自分で気持ちよく弾ける、えー、指のなんて言いますかね、音のコントロールがしやすいっていうものを選ばれたらいいと思います。で、これは私個人的に言う話なんですけど、このね、昔私これ買ったことあるんですよ、ジムダンロップのね、ジャーズ3とかいうね、このすごいとんがったやつ、これめっちゃちっちゃいやつ、めっちゃ先がね、尖ってるんですよ、これ。これに関しては正直おすすめしません。 えーまあ、別にいいんですよ <laughs> だけどこれは尖りすぎているので例えばね簡単に音が出るんです簡単に音が出るということはそうですねイメージその正しいピッキングの当たり方してなくても音が出ちゃうので、あのー、上達の妨げになると思ってます めちゃくちゃゃく上手になりたいと思えば私の中でのゴールってやっぱりイングベェ・マルムスティなんですけどイングベー大好きなんでイングベーってこうピッキングの角度よく見ると結構ね平行に近い当て方してるんですよこの親指ギュッて曲げてねこうやって結構弾いてるんですよはいなので彼は結構弦に対して平行に近い当て方をしてるなあと思うんですけどでもこのちっちゃいピックっていうのはどういう当て方をしても音が出ちゃうのでごまかせちゃうんですねやっぱり 私はイングウェイのようにこう弦に平行に近く当てないなと思うのであのこのピックで練習してますこのピックは斜めにしすぎちゃうとこれね斜めにしすぎちゃうと音が出ませんから、まあ、そういう意味では角度的に良くないんだよっていうことが分かるね反強制的な感じもあるのでこちらを私はお勧めしますということでピックについていろいろお話しさせてもらいましたけども、えー、答えは当然ありません え好き好きです。えー、ですので、自分にとって一番弾きやすいなと思うピックを、もちろんベースに選んでもらったらいいんですけど、そうすると、たくさんありすぎるので、絞り込めないって言った方は、まずは、このティアドロップの、そうですね、1ミリ。1ミリをベースにやってみてはどうでしょう ?1 ミリ。ティアドロップっていうのはこの、この涙形の形ですよ。涙形のこうね。<laughs> 1> の1ミリこれをスタートとして、これが自分のピッキングでは柔らかいなぁと思えば1 2ミリとか1 5ミリとかちょっと厚めにしていくとかやっていけばいいと思いますし、これでもまだまだいやいやもっと薄い方が引きやすいな、自分のあれだなと思えば0.7とかにも行ったらいいと思いますけど、あんまりこう柔らかすぎるピッキング、ピックに行くとですね、これとか0.58なんですね、なんかペラペラこれ人に頂い,いたやつなんですけど、こんな曲がっちゃうやつねこんなんだったらね、あの、 まあ普通の曲だったらいいんでしょうけどこのガンガンリフを刻んでガーっていくような刻になっちゃうともうピックでレテンシーが起きちゃうんですよ。この曲がりでピッキングでこう遅れるんですよねこうや。で結果的に上手に弾けなくなっちゃったりするのであんまり薄いのはやめた方がいいと思ってます。まあ 1mm からとりあえずスタートミッチしてみてはどうでしょうか一,一般的だと思います。 最後まで見ていただきましてどうもありがとうございます。ぜひですね、チャンネル登録とグッドボタンの方よろしくお願いします。それから、Twitter、えー、の方もかなり、えー、たくさんやっておりますので、よろしければそちらのフォローもお願いします。ひろでした。バイバイ。